輝いて生きる未来食つぶつぶ創始者の大谷由美子です。夢は日本生まれの波動アップ食術で世界を健康にすることです。本題に入る前にお知らせがあります。私が書いた書籍未来食が YouTube 健康セミナーというチャンネルで紹介されました。すごくわかりやすく解説してくれています。概要欄覗いてみてね。今日はスープ、そうです、雑穀を使った超簡単人鍋クッキングスープ、ね、今日の雑穀はもちきび。そして雑穀にはね、いろんなこう効果があるんだけども、その一つは免疫力を高めてくれるということなんで、まあ、お話は作ってからということで、免疫力アップ食材としての雑穀ということに注目してお話ししながら作っていきたいと思います。材料たったこれだけです。これもちきびね、黄色ビビッドで綺麗でしょ。そしてトマト 200g で4分の1個くらいの玉ねぎ、それからなんか青み、まず雑穀洗っとくね。ふわふわっとこう雑穀をなんかふわふわっとこう、で茶こしで簡単にもうね、このくらいの量だったらだいたい今もうきれいになってる雑穀も多いので大丈夫。はい、こんな感じで、はい、こうやって洗います。でこうやって洗った雑穀と、そして野菜を切りましょう。じゃあまず玉ねぎです。これをね、スープなんで食べやすいようにこの回し切りっていうね、もう丸いものはね、放射状に切ってエネルギーというか波動を整える。なんでこんな感じで外側がね、1センチくらいになるように、でどれもが同じエネルギーを持っている玉ねぎ、青みはね最後切ってしまうとあれなので、最後入れる直前、出来上がってからなので後でやりますね。でトマト切ります。もう本当にね、ザクザクと切ればいいだけなので、まあなんとなく、そしてトマトって皮しっかりしてるけど、うん、意外とこれがね美味しいんだよね。でこの種とかもね気にせず、料理の美味しさってね、舌触りとか、一つはエネルギーが調和した時にすごい美味しくなるんだよね。だから切り方って実はね、切り方で乱雑に切ると美味しくないの。だからすごい簡単なんだけど、ちょっと細かいことに気をつける必要があります。それでは鍋に入れちゃおう。さあ、じゃあ入れます。このさっき切ったね玉ねぎ、これはちょっと置いといて、と雑穀、よいしょ、雑穀を入れました。それから玉ねぎ、そして水を入れます。そして火をつける。で最初にね、さらっとちょっと最初だけ、だいたい30分でできるのね。だからなんか30分かかるって聞くとこう大変だなと思うけど、でももう入れてしまえば、あとは沸騰するまでちょっと他のことしながら様子見てて、塩を入れて、ね、そしたらあとはコト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 働くのは鍋と、ね、ガス台だけなので、ちょっと他のことしながら出来上がっちゃうという、そういう料理です。じゃあなぜ雑穀を食べると免疫力があるのかっていうと、まずはね、雑穀には、まあ、あんまりね栄養学的なことはこう私はあんまり気にしないで、今は波動的なことでね、いろんなものを美味しく食べてるんだけども、でもポリフェノールとよく知ってるよね。ポリフェノールがたくさん入っていて、この黄色い色、このもちきびの色には、私たちのいろんな体のバランスを整えてくれる、さらに免疫力をグッとアップさせてくれるポリフェノールが入っているので、このスープを毎日毎日ね、もう飲んでるだけであなたの体の波動調整ができて、さらに免疫力が上がるという、そんなお得なスープで、雑穀にはねいろんな魅力があるけど、一番はね、雑穀そのものが持ってる、こう穀物そのものが持ってる、雑穀っていうのは長い間放っておかれたので近代化が進んでないんですよね。だから昔からの製法で作られているので、指定農薬もないし、その山の中でね細々と作られてきたこともあり、で今新しく雑穀作る人たちは本当に雑穀をよみがえらせようという人たちなので、本当に品種改良もあまりされてなくて、とてもこう野生の力、何万年ものこう歴史というか、人類始まって以来の歴史の
こう野生の力がこの雑穀の中に宿っている。お米は結構日本では古い2000年前くらいに、特に水田のお米って2000年ぐらい前に入ってきたものなので、日本人の体にとって、そしてさらにそれがすごいこう一時期ね、給料、要するに武士、知ってるよね、武士の給料だったので、どんどんこうその品種改良、改善改善って言ってね、本来南のものなのに北の方でも作れるようにとか、いろいろ工夫して品種改良が激しいんですね。でさらにこうそのためにこう虫害とかいろいろできてきて、でそのために農薬とかも出てきてということで、なんかすごくこう本来の波動から変質したようなものになっているものが多い。お、沸騰してきました。沸騰したら中火ね、中火でとことこと煮ていきます。でここで塩を入れますね。これでこと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 、だいたい20分ぐらい煮たらこのトマトを入れて、最後食べるときにこのね青みをね、やっぱりこの葉緑素がちょっと入ることで、ここに色、あ、もう一つはね、皆さん知ってる色って、色って波長なんですよね。なのでこの黄色い色の穀物、穀物ってすごく黄色ってこう虹色の中でもセンターでしょ。なので穀物って基本的には黄金に実り、中はまあ白だったり乳白色なんだけども、特にこの黄色い色、そして緑の葉緑素、それからそのトマトの赤みたいなこうものがうまくハモった時に、またね新しい波動をここで鍋、そう料理ってね、鍋の中で素材同士の素粒子が一度こうそれぞれこう ほぐれるっていうか、鍋の中でほぐれるんですよ。そしてこうなんて結ばれる、それぞれ結ばれ合って、だから料理って味付けだと皆さん思ってるけど、あのこの鍋の中でね、なんかこんな塩だけなのにと思うんだけど、トロ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 っと美味しい味が生まれちゃうんだよね。あとはね、本当に昆布足したりね、前にも紹介した、ね、乾燥ひらたけ足したり好きなことできるけど、でも本当にシンプルに美味しいんだってことをこう分かると、なんか価値観っていうかね、未来食の料理をしてると、料理してる間になんかこのエネルギーのこと、この世界がどれほどシンプルでどれほど無駄なくできてるかってことが分かるので、すごく楽しいのね。で最初ね、えこんなちょっとの雑穀でいいのかなって思って、最初の頃知らずにいろいろ研究して、たくさん雑穀入れるとドロッとシチューみたいになるので、よくシチューと、今日はスープだけどシチューとか作った時に、途中までは雑穀の存在感がない、野菜はねすごい8割水なので減っちゃうんだけど、雑穀って全然減らなくて3倍に増えるので、途中でふっと心配になって雑穀足しちゃったりすると、後であー雑穀多すぎってなっちゃうので、このくらいでいいんですね。これだとちょっと弱すぎるので、あんまりボコボコでもダメだけど、このくらいの火で煮ていきます。であとはトマトはね、どのくらいの時に入れるかっていうと、すごく煮えてからとか、あの途中でもいいんだけど、まあ10分15分ぐらいして少し全体がとろっとしてから、最終的に全体で30分うわーっていうスープになる。20分だとねちょっと食べられるけど若すぎるみたいな料理になるので、15分か20分ぐらい経ったらトマトを入れて、もう10分ぐらい、全体で30分、そしてその間にね、なんか他の本読んだりね、何かちょっとエクササイズしたり好きなことができる。じゃあそろそろトマト入れますね。あとはこれで待つだけです。あ、もうすぐもうすぐもうすぐ煮える。じゃあ青みを、もうすぐもうすぐもうすぐ煮える。とろっと出来上がってきた。ツン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 、見て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 ね。うわー、ほらほらほら、できてるできてるできてる、止める。ほら、とろとろのね、トマトスープ、もちきびトマトスープが出来上がりました。天然のとろみなんだよ。どう？もちきびとトマトのスープ、調味料は塩だけ。いい、食べてみようっと。わあ、なんとも言えない、なんだろう、味をつけたとかじゃなくてね、本当にこの鍋の中、ね、見て見て、この透き通るようなこの玉ねぎ、
とろーんと玉ねぎ透き通っていて、トマトが煮えていて、その中にね、可愛い粒がちらほら、そしてこのね、もちきびから溶け出たとろみ、独特のとろみが、あのとろみっていうこのとろとろっとしたこうものっていうのが実はあのエネルギーなんですよね。うん、うん、止まらない、3回食べちゃう。そう、私が初めて雑穀もちあんを炊いて、もうそろそろ食べた時にもう思いがけず手が3回出てて、もう自分でももう瞬間もう気がつかない間くらいに3回ぐらい食べちゃってて、あーって体がこう前のめりになって、細胞が喜んでるとかって叫んだんですね。でそんな言葉って私の生涯で喋ったこともなかったのに、あれ、そしてそのなんで今まで知ってた、本当に結構ね、あの食いしん坊グルメで、それなりにこうね、若い起業家デザイン事務所がやってたので、結構食べ歩き、世界の食べ歩きもしたし、いろんな美味しいグルメ情報を食べていて、何でも食べてた人だったんだけど、あれ、私が全然知らない美味しさがここにあるって思ったんだよね。そう、そして私のね、40年の探求と実践の楽しい楽しい、本当に夢のようなあの発見と、その感動、そしてさらに美味しい、こんな美味しい思いを真っ先にして、そして健康になっちゃって、みんなにも喜ばれる仕事って最高っていう仕事が生まれちゃったんですね。うん、皆さんも簡単だから作って食べてみて。そして極めつけの本物雑穀、26年間こう育ててきたこうネットワークが作る雑穀はね、未来食ショップつぶつぶで買ってね、ぜひやってみて。さて今日はここまでです。次はどんなスープを紹介しようかな、楽しみです。続きを見たかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。